ジョフロワ2世は、アンジェル・ジェケ出身のフランスの貴族、マルテルと呼ばれる、バンドーム博、アンジュ博及び、トゥール博。アンジュ博古く三世イネラと2番目の妻イルゾガルドド、オートイコール・ロレーヌド寸号との間に生まれた長男。アンジュ博領を、父親がジョフロワと親子で、共同統治したがらなかったため、そのよそに領地を作ることから領主としての人生を、始めた。 1032年に、アキテーヌ公ギオーム5世家父、アニエスドブルゴーニュと結婚した。アニエスは、アキテーヌ公領での自分の地位の維持を望み、アキテーヌに、ジョフロワが介入することを奨励。ジョフロワは、先代アキテーヌ公とアニエス以外の前妻たちとの、息子、ギオーム6世及び、ウードと戦った。まず、ジョフロワは1033年にモンコントゥールで、ギオーム6世を破り、 サントン寺を占領した。1039年に、ジョフロアの同盟領主であるトゥアール副白ジョフロア2世を、妻、アニエスのママ子であったウードが攻撃した際に、モーゼで包囲戦になり、そこでウードは戦死した。その後に、アニエスの長子であった、ギオーム7世が、ポアティーハクくらい及び、アキテーヌ公位を相続したが、まだ少年であったため、これら領地のジョフロアが代理の領主となり、 実質的にはギヨーム七世の実母であるアニエスが、統治していた。この期間の間、1028年、ジョフロワのイボ姉にあたるバンドーム女白アデールは、共同統治者の息子、フルクロワッソンと領地の分割や処遇をめぐって、争いになり、息子にバンドームから追放されそうになったアデールは、自ら統治していた、バンドーム白領の半分の統治権を放棄し、ジョフロワ二条とした。 そのすぐ後に、フランス王アンリ一世の命により、ジョフロワはすぐに領地を追い、古くから略取し、1032年には、残りの半分を占領し、バンドーム博ジョフロワ一世となる。後の1056年に、フルクロワッソンから協力を加われたフランス王アンリ一世からの要請に応じ、バンドーム博領の統治権は、フルクロワッソンに返還したが、それを機に、ジョフロワ二世は追い、 古くを進化とし、支配下に置いた。ジョフロワは、バンドオーム滞在中に、ラトリニテ修道院を設立している。その後、東古く三世とジョフロワが対立し、1036年から1039年までの間戦争になった。結果的にジョフロワは父に敗北したが、古くは、その翌年に死亡した。ジョフロワは、アンリ一世と同盟しブロワケと戦い、1 4 4年の、 ヌイの戦いで、ブロアハクティボー三世を倒し捕らえた。ジョフロアは、ブロア家側の捕虜の解放条件に、トゥーレーヌハクリョウの支配権を条件として提示した。しかし、アンディ一世は、ジョフロアの権力が、より強くなることを懸念し、トゥーレーヌの占領を阻止しようとした。トゥーレーヌ占領後、次にジョフロアは、メーヌハクリョウ略取を試み、メーヌハクーグ四世に加え、 ノルマンディー降、ギオーム一世という具四世を支援する、ルイコールマン主教の老いジェルベドシャトーディロアールらと対抗した。1047年、ジェルベをトライ捕虜とし7年間交流した後、1049年にジョフロワはローマ法王から破門された。1057年、ジョフロワはルマンを占領できたが、この遠征で命を落とした。ジョフロワは1060年11月14日死去し、 アンジュのサンニコラ修道院に埋葬された。高等伝承によって、彼の老い、古く四世、ルレシャンに伝えられた伝記によれば、ジョフロワから有望なる、アンジュ白年代記を書くように促され、それは、アンジュの修道士によって1100年から1140年に、書かれた。ジョフロワの妻になった女性は4人いるとされる。1032年に、ブルゴーニュ博。 オットギオームとエルマントルドドルシーの三女であり、アキテーヌコギオームご正未亡人のアニエスド・ブルゴーニュと結婚したが、彼らには子ができず、そして三神党の親類であることを申し立て、ジョフロワは1049年から1052年に婚姻を向こうとした。ジョフロワが離婚を望んだ本当の理由は、おそらくアニエスとの間に子供ができなかったことである。アニエスとの離婚後、 まもなく、ランジェケの出身で、モントルユーキョーベレー一世の未亡人グレーシアと再婚した。しかし、より条件の良い妻との結婚を望んだジョフ・ロワは、グレーシアとも3から4親等の親戚であることを、教会に主張して離婚し、ブロワクウードの娘と思われるアデルという女性と再婚し、その恩恵を受けたが、結局アデルとも離婚し、再び元妻、グレーシアと再婚した。 最終的には、アデライード・トトニスという女性と結婚している。以上これだけの数の結婚を繰り返したが、子女に恵まれることはなかった。彼の死後、アンジュハクイを継いだのは、ジョフロワの実妹エルマンガルド・ブランシュの息子で、老いにあたるジョフロワ三世である。ありがとうございます。